フランシス・ルイーズ・マクドーマンドは、アメリカ合衆国の女優、映画プロデューサー。イリノイ州シカゴ出身。これまでに、アカデミー賞、エミー賞、トニー賞を受賞し、演劇の三冠王を達成。両親は共に、カナダ人。牧師であった父親の都合で各地を転々として育つ。高校時代に、ピッツバーグに落ち着き、ウェストバージニア州のベサニー大学で演劇を学ぶ。 さらに、イエール大学スクールオブドラマで学ぶ。その時のルームメイトは、ホリーハンターであった。1980年代初めにホリーハンターが、公園兄弟や、サムライミと共に暮らしていたことが縁で、1984年に、公園兄弟監督の、ブラッドシンプルで映画デビュー。1989年に出演した、ミシシッピーバーニングでアカデミー女演女優賞に、 初ノミネート。1996年のファーゴ、2017年のスリービルボード、および2021年のノマドランドでアカデミー主演女優賞を獲得。主演女優賞複数回受賞は、史上13人目、3回の受賞はキャサリン・ヘプバーンに次ぐ回挙であり、回数としてはメディル・ストリープとイングリッド・バーグマンに並ぶものとなった。アカデミー賞では、 この他に3回女演女優賞にノミネートされているほか、プロデューサーの一人に名を連ねたノマドランドでは作品賞の受賞者ともなっている。その後、映画だけでなく、テレビや舞台でも活躍。1988年には舞台、欲望という名の電車に出演し、トニー賞にもノミネートされた。2011年、グッドピープルでトニー賞主演女優賞を2015年、 オリーブ・キタリジでは、エミー賞主演女優賞を受賞した。1984年に、ジョエル公演と結婚。ニューヨーク市に在住。ありがとうございます。